海だ。では早速サイキック前転飛び込み。わっ、水しぶきが。もう海入る前からびしょ濡れじゃん。ゆこちゃんやったな。反撃しましょう、はやてちゃん。えい水かけっこですね。海のエネルギーを味方につけたこのエスパーゆっこ、2対1でも負けません。おおおおおお、プロデューサー助けてください。おお、ビーちゃんまでびっちょりと。あれ、ちえちゃんとまゆちゃんはあっちで何かおしゃべりしてるみたいですね。あの、まゆさん、どうしたらまゆさんみたいに素敵な女の子になれますか？え、どうしたんですか、ちえちゃん。あ、ごめんなさい。ちえ、まゆさんが前に出たドラマの夜の海のシーンがとっても印象に残ってて。ああ、悲劇のヒロインを演じさせてもらった時のですね。まゆさんは普段とっても優しいのに、ああいう悲しそうな演技もできてすごいなって思うんです。アイドルだけじゃなくモデルさんとしても活躍してますし。ありがとうございます。でもまゆもまだまだ成長しなくちゃいけないことがいっぱいですけど、でもそうですね、もしちえちゃんから見てまゆのことを魅力的に思ってもらえるなら、それはそれはそれはまゆが恋をしてるからかもしれませんね。こ、恋ですか。やっぱり恋をすると女の子は素敵になるって本当だったんですね。知恵もまゆさんみたいに恋をして早く大人になりたいです。知恵ちゃんだったらもしかしたらまゆの手強いライバルになってしまうかも。次はどうしますか？遠くに見えるあの島まで泳いでみますか？この後ライブもありますし、あんまり長く泳いだりするのはやめた方がいいかもしれないですね。砂の城でも作りますか？どんな波が来ても守りますよ、サイキックバリアで。スコップとかはありませんが。ならばスイカ割りができますね。それじゃあハヤテちゃん挑戦してみますか。え、いいの？やるやる。ではこれで目を隠してくださいね。ブサイクなやつだ。オッケー、それじゃあ誘導お願いします。任せてください。テレパシーでバッチリ誘導しますから。もーもーもー、はやてちゃん右ですよ、右。あ、行き過ぎです。この辺だよね。
あれ？外しちゃった。思ったより難しくない？これ。じゃあ次は知恵が挑戦してみますね。誘導をお願いします。左ですよ、左。もももー、知恵ちゃんに届け、サイキックビジョン。この辺ですか？そうそう、そこで振り下ろしちゃって。当たったけど割れてないみたいですね。ごめんなさい、知恵じゃ力不足だったみたいで。そんなことありませんよ、知恵ちゃん。惜しかったです。ほら、ちゃんとスイカのこの辺にひびが入って、入ってないみたいですね。いやいや、そんなことは、そんなことは、そんなことは。はあ、ひびを入れてくれてたおかげでちょっと触っただけで割れましたね。ね。気を使ってくれてありがとうございます、ゆかさん。ゆかさん優しいですね。っていうかゆかちゃんすごすぎ、勝ちすぎない？空手が特技ってフィットネスみたいなのだと思ってたのに、チョップでスイカ割っちゃうとかすごすぎるよ。まさしくサイキック力技のお手本にしたいパワーでした。いえいえ、大したことではありません。試し割りの板や瓦よりは柔らかかったので。それじゃあ、あとは包丁で切り分けてしまいますね。ゆかさんが綺麗に割ってくれたおかげで、あまり飛び散らなかったですし。はい、どうぞ、プロデューサーさん。いただきます。私が超能力を使いすぎてしまったかも。まあまあ、ハヤテちゃん、ユウコちゃん、そろそろ私たち以外の人も増えてくる時間帯ですし。どうしよう、逃げちゃおうか。あんまり騒ぎになっちゃうとあれじゃない？ふむ、
無用な戦いを避けるためなら逃げの一手もやぶさかではありませんが、しかし颯ちゃん大丈夫ですよ。こういう時はこの場所を眉たちの舞台にしてしまえばいいんです。ですよね、プロデューサーさん。はい。え、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今からちょっとだけパフォーマンスの練習をさせてもらおうと思ってます。面白かったら拍手をお願いします。え？逃げちゃうんじゃなくてむしろ集めちゃった？それじゃあ最初は誰から行きますか？では先方はこの私、中野由香が務めさせていただきます。スイカを冷やしていたたらいをお借りして、へえ、うわ、すごい速さで砂が積み上がっていっちゃう。さすが由香さん、あっという間に知恵よりも高い砂山ができちゃいました。じゃあちえちゃん、まゆと一緒にこの砂の山を可愛くしちゃいましょう。はい、ザクザクと削って耳をつけてあげて、このマスクもしてあげて。砂のピニャコラタさんの完成ですよ。それでは次はエスパーユッコが手を触れることなく砂のピニャコラタさんを消してみせます。サイキックボーイス。うわ、すっごい大声で、ゆこちゃんの声で砂のピニャが崩れちゃった。よくわからないけど、みんなすごい。見てる人みんな楽しそうだし、これもアイドルなの？私たちこの後あっちのサマーフェスのステージでゲスト出演させてもらいますので、よかったら見に来てくださいね。それではお次は私とゆかさんの空手キック VS サイキック対決です。どちらのキックが上か勝負です。ゆうこちゃん、乗り切ることができましたね。そうですね、ちえちゃんの呼び込みアドリブなのに可愛くて素敵でしたよ。えへへ、とってもドキドキしましたけど、ライブでの MC みたいだなって思えたので、アイドルのお姉さんたちの真似をして頑張りました。マユも以前サーカスの団長さんのお芝居をさせてもらったことが役に立ったと思います。ええ、私もです。トモさんと練習したサイキックマジックショーをこんなところで披露するとはさすがに予知できませんでした。そうですね、冷静になって考えてみれば
私も水着で見ず知らずの人の前でパフォーマンスなど、アイドルになる前は絶対にできませんでした。というか改めて考えると恥ずかしい。ん？どうしたんですか、ハヤテちゃん。ごめんなさい。え？さっき歯びっくりしてばっかりで全然みんなのお手伝いできなくて。そんな謝らないでください。私たちはちょこっと今まで覚えたこととか特技を披露しただけですので。そうですよ、気にしないでくださいね、ハヤテちゃん。それよりもそろそろ午後のステージの準備をしませんか？はい、会場の下見とか MC の打ち合わせとか今のうちにしておきたいですね、ハヤテさん。あ、うん、準備しよう。その前に。ちょっと、トイレ行ってきます。さん、もしかして気分が悪くなってしまったのでしょうか。私のサイキックボイスが強すぎたせいで。そんなことはないと思いますけど。さもなくば私が手刀でスイカを割るようなアイドルと分かってショックだったのでしょうか。それは違うかなって思いますけど。でも颯ちゃん少し心配ですね。プロデューサーさん、どうしましょう。すごいからついつい見に来ちゃったけど、このあとハーたちここで歌うんだよね。ハーちゃんとできるかな。ちゃんと目立ってキラキラできるかな。まゆちゃんたちみんなすごいのに。別のお客さんはアイドルを見に来た人ってわけじゃないんだよね。ハーは正統派で可愛いし、興味ないっていう人も振り向かせられるって思ってるけど、でも正統派だけでいいのかな。ステージの上で瓦割りとかサイキックショーとかしたらそっちばっかり印象に残っちゃうんじゃないかな。ひょっとしたらハーも何かステージですごいことやった方がいいのかな。でもそんな特技なんてないし。すぐ受けるやつ、あ、幽体離脱とかって、あれはナーがいないとできないじゃん。っていうか時間もないし、どうしよう。
遅くなっちゃってごめんなさい。あ、はやてさん、おかえりなさい。今、MC の打ち合わせをしてたんですよ。お客さんの前でどんなおしゃべりをしようかなって。みんなどうするの？そうですね、この間行った夏祭りの話とか、かわいい衣装の話とか、ユニットのお姉さんたちとの合宿であったお話とか。あれ？なんか普通だね。え、瓦割りは？サイキックショーは？やらないの？もう颯ちゃんたら、コミカルな一面は初めての人には見せられませんよ。そうですね、必要とあればステージで空手を披露することもやぶさかではありませんが、今日のお仕事の目的はポップなライブイベントの宣伝をすることですから。ポップってより多くの皆さんに受け入れてもらうってことなんですって。知恵、覚えました。ポップに、大衆的に、ポピュラーに、つまり正統派に。そんなアイドルとしての魅力で、アイドルのステージを見たことのないお客さんを引きつけたいです。正統派ユッコを披露するために、今日はスプーンは置いてきます。スイカを食べるのに使ったので洗わなくてはなりませんし。正統派、ポップな正統派か。そっか、なら母に任せて。母はとびっきりポップで正統派だもん。はい、私たちもそのことはよく知ってますよ。一緒にたくさんレッスンさせてもらいましたからね。はやてさんと一緒にステージに立つの、知恵、とっても楽しみです。頑張りましょうね、はーちゃんさん。私たちのサイキックパワーを一つに合わせましょう。お、ゆうこちゃんたら、今日はサイキックなしでしたね。5分と持ちませんでした。みなさん、こんにちは。まだまだ夏真っ盛り、とっても暑いですね。それに皆さんの熱気も本当にすごいです。知恵、クラクラしちゃいそう。まだちょっと早いですよ、知恵ちゃん。皆さんも水分補給して熱中症対策してくださいね。そうです、なんといってもここからは私たちがもっと楽しく、もっと熱くなれる曲をお届けしますので。それじゃあ今日のためにいっぱい練習した歌聴いてください。せーの、コミックコズミック。というわけで、私たちが活躍する今度の単独ライブイベント、絶対絶対見に来てくださいね。当日チケットでもライブビューイングでもまだ間に合いますからね。
そうしたらもっともっと魅力的な眉たちを見せてあげますから。それじゃあみんな、ハーたちのステージをお楽しみに。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちゃんとできたかな。途中から夢中になりすぎちゃってちょっと記憶が怪しいけど、でも楽しかったと思う。大丈夫、ハヤテちゃんしっかりできてたと思いますよ。ええ、レッスンの成果きちんと発揮できましたね。お外のステージだったので、チエいつもより大きい声で頑張りました。普段のお客さんたちほどコールに慣れていない分、アピールの方で盛り上げられたんじゃないかなって思います。短いステージでしたけど、その分海風に負けることなく、後先も考えずに全力をぶつけられました。あれ、ゆうこさん何をしてるんですか？ああ、いえ、短い間とはいえサイキックを封印していましたし、ライブの興奮で力が溢れてしまいそうなので、ここらで一つ溜まったパワーの発散をしようと思いまして。曲がれスプーンよー、むむむーん。おや、触れもせずにドアが開いた。手動に見せかけた自動ドアでしたね。やるな。あ、なあちゃん、なあちゃんさん、お疲れ様です。どうも、なぎです。この度はうちのはあちゃんが皆さんのお世話になりましたか。ついでになぎもお世話になりに来ました。なぎちゃんもこうめちゃんたちと一緒にライブの宣伝のお仕事してきたんですよね。そっちはどうでしたか？はい、リカさんのラジオにお邪魔してきました。お茶受けの渋谷さんカブトムシがジューシーでしたね。お茶受けのカブトムシ？ええ、真相は巧妙に偽装したグミのお菓子だったわけですが、やはりコンクリートジャングルでは本物は味わえない。たく、ナーはまた変なことばっか言って。あ、わかった、ラジオのお仕事、ハーがいなくて大変だったんでしょう。それはなし寄りのなしですね。いえ、正直なところなし寄りのありだったかもしれません。なぎトーク、はあちゃん抜きではエレベーターなしの4階角部屋です。階段は登るのが大変？はやてさんがいないとなぎさんのテンションが上がらないってこと？イグザクトリー、ちえさんもナー通訳の素質があります。転職する際はご連絡ください。ナーはマイペースだからな。でもいいんじゃない、それがナーだし。ハーもね、ナー抜きのお仕事で変な感じだったよ。最初のライブの時よりそわそわだったかも。ハーちゃん、でも途中からそれどころじゃなかったけど。っていうかね、まゆちゃんたちみんなすごいの。可愛いし面白いし、ポップにしようって決めたらすっごくポップにできちゃうし。
まゆたち、ちょっとだけアイドルの先輩さんですから。でも私たちだって最初からアイドルとして自信があったわけじゃないですよ。むしろその逆で。ですね。だからはーちゃんさんたちもすぐにムムンって伸びちゃいますって。そうですね。着実に行きましょう、はーちゃん。ピンでのお仕事もそのうち来るよりの来ないかもしれません。でもやっぱりのんびりはしてらんないなって。だって母がトップアイドルになるにはなあだけじゃなく、この事務所の先輩のみんなに勝たなきゃなんだもん。トップアイドル。やはり颯ちゃんも目指すところは同じですか。これは手ごわいライバルです。そうですね。でも負けませんよ、マユ。必ずトップになるって約束しちゃってますから。チエもまだ子供ですけど、トップになったらきっと大人って思ってもらえますよね。だから頑張ります。皆さんと協力しながら競い合うの今から楽しみです。まずは目前に控えたポップなライブイベントですね。ああそうだった、それがあった。お客さんすっごいいっぱい来るんだよね。ハーとナーのミロワール、大丈夫かな。当たって砕けましょう。豆腐の角より柔らかい場合、ナギのおでこは耐えられます。砕けちゃうのはちょっと。合宿？人里離れた魔境にて朝から晩までスペシャルレッスンのフルコースですね。合宿することを知ってたの？っていうか合宿ってハートナーだけ？他にもいろいろなアイドルが来るそうですよ。カリスマに吸血鬼、陶芸家などがいるそうです。アイドルとは。我々はその真相を探るために魔境へ向かった。まあミカさんたちも一緒なんですね。楽しそう。私たちも合宿組に負けないようにレッスンしておきます。心置きなく腕を磨いてきてくださいね。それでは皆さん、はーちゃんの身柄は預かります。旅には荷造りが必要です。あとエチケット袋。ああもうよくわかんないけど行ってきます。みんなライブで会おうね。いってらっしゃい。